ペイロードは航空機やロケットの運搬能力のことで通常は重量で示される。ビークルのうちそれ自身の移動以外に何らかのものを積載して移動させる目的のものにおいてその積載物のことである。飛行やミッションの性質にもよるがペイロードには貨物、乗客、乗組員、弾薬、化学機器や実験装置、その他の機器などを含む 余分な燃料についても、オプションで搭載されている場合は、積載物の一部と、みなす。商業的な文脈では、ペイロードは収益を生む貨物や、有料の乗客のみを指す場合がある。ペイロードは、この直接の意味としては、ペイ、対価の支払い、ロード、にで、日本語に直訳して、優勝荷重ともされ、時義的には、対価を取る荷物のことである。 また、その質量ないし重量のことも指し、過半重量や有効荷重ともされる。ペイロードの子は、陸上輸送に対してはほとんど用いられず、海上輸送でもあまり使われない。民間航空分野では、旅客や貨物のことを指す。軍事分野では、民間と同じく辞任や輸送物資のことでもあるが、軍用機の武装やミサイルの弾頭も指す。増装も一種のペイロードと言える。 観測ロケットにおいては観測機器が宇宙ロケットにおいては宇宙機などを指してペイロードというシステムとして考えると多段式の打ち上げシステムではある段より下の段から見るとそれより上の段がペイロードということになる航空分野では重量が宇宙分野では質量が重要である通常 陸上の移動では乗員を移動させることは運行の目的ではないため、乗員はペイロードに含まれない。一方、有人宇宙飛行では宇宙飛行士が宇宙に行くことも目的の一部であるため、ペイロードに含まれる。総重量とペイロードの比率を、ペイロード比という、ペイロードと燃料の重さを同等に考える場合は、実質積載比という値となる。なお、 ロケットで使われる質量比という値は、初期状態での全質量体噴射で失われる推進剤の質量という値で、その値と噴射速度から、ジオルコフスキーの公式により可能な増速度が決定されるという力学的な値である。展示で情報処理の分野では、例えば通信などにおいて、パケットのうち送信先などのデータを含むヘッダなどを除いた、 目的とするデータ本体のことを指して、ペイロードという、ペイロードの記事を参照。ペイロードと航続距離の関係を表した表。縦がペイロード量、横が航続距離航空分野では、ペイロードは輸送される荷物の過半量のことを指すことが多い。ペイロードと航続距離は図に表されるような相対的な関係にある。航空機の構造上。 胴体部分の重量はある程度に限られ最大無燃料重量が航空機における輸送の限界となっており最大無燃料重量と運用空気重量の差が最大ペイロードとなる一方で主翼内部の燃料タンクの質量は胴体重量と比べ翼動接合部への曲げモーメントとしては大きく貢献しておらずこのため航空機は 翼が支えることのできる最大ペイロードを積んでもまだかなりの燃料量を積むことができる。最高値の水平線はこれらの理由による航続距離の増加とかが割りない普遍の最大ペイロードが表されており、より航続距離が必要な場合はより燃料を必要とする。縦の線が書き加えられているポイントは最大ペイロード時航続距離と呼ばれ、ペイロードを 最大無燃料重量まで搭載し、これと最大離陸重量の差分の燃料を搭載した状態を示す。最大離陸重量はエンジンの最大定格出力と翼の要光比の組み合わせによって決まる。民間航空機では多くの場合この最大ペイロードの状態で運航されることが多い。最大ペイロード時航続距離の線より右側はペイロードを減らしていき、 代わりにその重量分の燃料を搭載した場合の航続距離を表している。燃料を多く搭載すると飛行するにつれて消費により重量が減少するので航続距離は伸びる。次の屈折部は燃料を主翼内体育容量いっぱいに搭載し、そこに最大離陸重量までペイロードを搭載した状態を示す。この点よりも右側は 燃料はそのままでペイロードを減少させていった時の航続距離を示す。ペイロードは飛行しても重量の減少はないので航続距離の増加はわずかである。最終的に燃料が満載、ペイロードなしの状態で航続距離が最大になる。特に軍用の輸送機や戦闘機などではペイロードは主要な能力値の一つであり、カタログスペックの一つとして扱われる。 一方民間機の場合、ペイロードは主に旅客、有償貨物、郵便物等である。宇宙開発の分野では、ペイロードはロケットによって打ち上げられる、様々な宇宙機やさらにそれらに乗せられる、様々な器具や物品、その質量のことを指す。人工衛星、探査機、有人宇宙船、あるいは実験装置などのほか、 ISS のような宇宙ステーションに運ばれる食品や水といったものもペイロードに含まれる。宇宙機そのものを指す場合もあり、例えば、a イや8号機に乗せられた第一は、a イや8号機のペイロードである。ロケットがペイロードを打ち上げる能力を打ち上げ能力という。打ち上げ能力は、ロケットの水力などの性能と誘導などの能力といったスペックから決まる。 打ち上げ能力の低いロケットの場合、打ち上げることのできる質量は小さく、あるいは投入できる軌道が限られ、それに見合ったものしか打ち上げられない。一方、打ち上げ能力の高いロケットは大質量の衛星などを打ち上げることができ、あるいはより難しい軌道に投入できる。打ち上げ能力の高いロケットに軽いペイロードを乗せた場合には能力が余ることもある。 その余剰分の調整用などとして乗せられるペイロードをピギーバックペイロードと呼び、これによって運ばれる衛星をピギーバック衛星という、ごく小型の衛星を多数同時に打ち上げる場合もある。通常の打ち上げと比較して、破格の安値で打ち上げてもらうことができるため、コスト的に、特にアマチュア衛星はピギーバックペイロードとして打ち上げられることが多い。打ち上げ能力が高くとも、 ペイロードが小さすぎるなどの場合は、無駄が大きいことになり、効率良い、打ち上げにはペイロードに見合ったロケットが必要になる。また打ち上げシステムとして一般に、力学的な理由から、低い軌道にはより多くの質量を送り込むことができ、高い軌道には少ない質量しか送り込むことができない。スペースシャトルの胴体には実験施設や衛星などを搭載できる区画があり、これは、 ペイロード米もしくはカーゴ米と呼ばれていた。同じくロケット技術が利用されているミサイルなどでは弾頭がペイロードである。一定時間内にある領域に運べる爆薬、爆弾の総量を指して投射質量ということがある。戦艦などといった方を攻撃手段とするユニットの能力として一定時間内に目標に向けて送り込むことが可能な砲弾の質量の合計を指していうそれと、 同じ考え方によるものである。ペイロードには打ち上げ、輸送システムの際が関わるだけではなく、風など外部からの圧力といった他の要素もペイロードに関わる。ペイロードは目標に向けて、出発、発射するだけではなく、地球のある地点や、軌道上といった場所に無事に到着しなければならない。しかし、これらのペイロードに対しては、空中や宇宙空間への輸送であることに由来する。 様々な問題が存在する。ペイロードへのダメージは概ね物理的なものと科学的なものに分けることができる。物理的ダメージの例としては、大気のバフェッティングや振動による短時間での強い加速、ロケットの推進力や重力による長時間にわたる強い加速、エンジンの減速や停止による加速の大きさや方向の急変などが挙げられる。電子的、あるいは科学、 生物学的なペイロードへのダメージは極端な温度、温度の急速な変化、急速な圧力の変化、電離による高速の気流との接触、バンアレン体、太陽風、宇宙船などの放射線の照射などによって発生する。これらの問題に対してロケット類ではペイロードの安全のためにペイロード自身が一定量の揺れや圧力といった要件に耐えるように設計される。 また、航空機やロケット自体もペイロードへの損傷が少なくなるように作られる。ありがとうございます。